イギリス独自の衛星、打ち上げロケットブラックアローイギリスの宇宙開発では、イギリスにおける宇宙開発と欧州宇宙機関など国際的な場におけるイギリスの関与を促進するための特徴的な試みについて説明を行う。イギリスは戦前から宇宙に対する関心を持っていたが、それが大きく技術的開発に向かったのは戦後になってからであった。イギリスは 軍事、科学両面から独自ロケットを開発し、独自に衛星を打ち上げることに成功し、世界で6番目の衛星打ち上げ国となった。しかし、その後は科学者の米国への流出や、戦後植民地を失い資金が大きく減ったことなどから、独自開発の道は諦めざるを得なくなり、アメリカ、ロシア、欧州宇宙機関などとの協力によって、宇宙開発を行うようになった。その後、 イギリス国立宇宙センターの設立後独自計画は少しずつ回復した。現在はイギリス国立宇宙センターの後を継いだ。イギリス宇宙局が宇宙開発に関する事象を管理している。また宇宙開発に関する出資も増加させる計画である。イギリスの宇宙旅行への科学的関心は第二次世界大戦以前に没興し、特に1933年に設置された。 英国惑星環境会のメンバーの中で盛んであった。第二次大戦後には英国惑星環協会メンバーに著者で静止通信衛星の先駆者のアーサー・シー・クラークも参加している。第二次大戦後は戦後に宇宙開発が始まった他の国々のようにイギリス政府の宇宙への関心は第一義が軍事目的であった。早期の計画はこれらの関心を示している。 他の国家のように第二次大戦時に捕虜にし、イギリスのために働くように説得されたドイツ人の科学者からロケット科学に関する多くの知識を獲得し、第二次大戦の欧州戦線集結後6ヶ月の時点でバックファイア作戦によって V2 ロケットのテストが行われた。また、軌道投入可能な大規模なロケットの発射が行われる以前の初期的な実験として、 ブルースチールのような小さな空対地ミサイルの実験が多く行われた。1950年代初頭には早くも液体水素を推進剤として使用するエンジンの開発に着手していた。この当時開発されていた液体水素ロケットエンジンは実用化の一歩手前まで進んでいたことが確認されており、当時開発中だったブラックアローや 欧州ロケット開発機構の発展型ヨーロッパロケットに搭載される予定で数機種の液体水素ロケットエンジンが開発されたがイギリスがロケット開発から撤退したため搭載されなくなった。ブラックアローの衛星放出時のモックアップ技術を徐々に高めたイギリスはいくつかのロケットと衛星を打ち上げた。アリエル計画では1962年から1979年に かけて6機の衛星を開発し、これらの衛星はすべて NASA によって打ち上げられた。イギリスの核兵器運搬手段の開発は1950年代前半から始まり、核運搬用ミサイルの打ち上げがイギリス及びオーストラリアのウーメラ試験場から行われた。極超音速テストロケットであるホールスタッフは1969年から1979年にかけてウーメラから打ち上げられている。 さらに開発されたロケットは、ワイト島でテストされ、ウーメラ試験場でテストと打ち上げの両方が行われた。これらのロケットには、ブラックナイトとブルーストリークなどが含まれており、ブラックナイトを元にした衛星打ち上げロケットのブラックアローも生産された。これらのロケットは徐々に出力が増しており、ブラックアローによってイギリス初の衛星独自打ち上げに成功した。 打ち上げられた衛星は X-3 プロスペロであり、この打ち上げによってイギリスはソベイフツ中に次いで世界で6番目の衛星打ち上げ国になった。また、これはイギリス製のロケットによってイギリスの人工衛星が打ち上げられた唯一の例になった。プロスペロとの通信は1996年に終了している。液体水素、ロケットエンジンの開発では燃焼室が4基あり、 ヘリウムガスによる加圧供給式になる予定だった。公式なイギリス政府独自の衛星打ち上げの計画は1970年代の初期に中止された。しかし、イギリスの宇宙科学における関与は他の宇宙機構を通して継続された。1985年、国営の宇宙開発事業だけでなく民間宇宙飛行のためのイギリス政府の出資に調整するために ロンドンに本部を持つ政府機関イギリス国立宇宙センターが設立されたとは別の組織である。なお、1986年からイギリス政府は有人宇宙飛行の政策に反対している。イギリスの最初の宇宙飛行士であるヘレン・シャーマンは受納計画としてソユーズ TM-12 によって打ち上げることに決まった。この計画のための予算は ソビエト連邦からの資金援助もあったが、イギリス市民が団結し、部分的に基金を行っている。スミソニアンに飾られる、スペースシップワン公的な国の宇宙開発計画が、回復したのは1982年であり、この時、イギリス政府は、アラン・ボンドの空気吸入ロケットエンジンを利用した、再利用型宇宙を換気の設計計画である、ホタール計画に公式に支援を行った。 計画はブリティッシュエアロスペースから始まったが、政府はエンジン設計を重要機密に分類し、この計画への資金投入を諦めた。しかし、その後も公的な資金教室は続けられた。イギリスは衛星打ち上げと宇宙科学的計画のために資金供給を継続した。近年、火星探査のためのマーズエクスプレスの一部として、 イギリスの探査機ビーグル2が火星に送られたが、この探査機は失われて、応答の受信に失敗した。ビーグル2は、ランカスターのナショナル宇宙センターがコントロールしていた。世界の小型探査衛星作成者として知られる、イギリス企業、サリー・サテライト・テクノロジーは現在までの30の衛星を建設し、打ち上げている。イギリスの企業や民間分野の宇宙への関心は高く、 衛星打ち上げや宇宙旅行という新市場用の新しい設計の宇宙機の計画を保有している。リチャード・ブランソンの所有するバージングループの使者であるバージン・ギャラクティックは宇宙飛行を民間に売り出すことを計画しており、これにはモハビエアロスペースベンチャーズ社によって提案されたバート・ルータンのスペースシップ1から開発された新型の宇宙機が使われる予定である。 スペースシップ2は2009年12月に最初のロールアウトが計画されている。かつて、ブラックアローを極軌道衛星の打ち上げのために、イギリス国内のヘブリディーズ諸島とノーフォークから打ち上げる計画があったが、前者は地理的に不便で後者は、北海油田のある海域に一段目が落下する可能性があり、中止されたが、近年、改めて北スコットランドのサザランドで車上の整備が、 進みつつある。2010年4月1日、イギリス政府はイギリス宇宙局を設立した。この機関はイギリスの宇宙計画に責任を持っている。イギリス国立宇宙センターに置き換えられ、その任務を引き継いでおり、政府政策と宇宙開発のための予算配分に責任を持ち、イギリス国内の宇宙に関わる事象のすべての交渉の代表者になっている。イギリス政府は 国際企業との競争において、より企業努力を可能にするために、宇宙事業の範囲の負債を含むいくつかの分野で1986年宇宙法の改革を提案している。また、産業関係者の調整によって、資産投資を1000万ポンド増加する案が出されている。イギリス政府は、宇宙開発の2008年から2012年にかけての目標として、以下のような目標を掲げている。 イギリスでは独自の宇宙飛行士を打ち上げることや、有人月面探査は政府の政策になっていない。それよりも非有人の衛星打ち上げに注力している。イギリス政府は国際宇宙ステーションの立ち上げには参加していない。近年、イギリス政府は有人打ち上げに対する視点を変えてきており、スカイローンと呼ばれる単弾式宇宙輸送機計画の開発に静かに舵を切っている。 計画中のスカイロンの構造図インギリス政府は2010年欧州宇宙機関と協力してスカイロンと呼ばれる軌道投入用短弾宇宙機の計画を促進している。これはアラン・ボンドがホテル計画の中止後に設立したリアクションエンジンス社によって設計された。スカイロン宇宙船はイギリス政府や英国惑星環境界に明確に受け入れられている。現在 エンジンテストの成功目標である2011年6月が近づいており、開発の第3段階は2011年から2013年にかけて始めることが予定されている。イギリスは軍事的目的のためにミサイルを開発しており、ブルーストリークは中距離弾道ミサイルの計画であった。しかし、ブルーストリークは開発中止になり、以後、アメリカとの協力化で、 各兵器運搬ミサイルを保有している。しかし、大陸間弾道ミサイルのような宇宙に関連する兵器は保有していない。また、現在まで衛星攻撃兵器の類は保有していない。一方で、ミサイル防衛の計画は保有している。通信や軌道上でのロケットや衛星の追跡は、ジョドレルバンク天文台のような部署を使うことで達成された。 宇宙開発競争の時代、ジョンドリル・バンクやその他の通信書は、スプートニクやパイオニア5号のようないくつかの衛星と宇宙探査機との通信に利用された。宇宙探査機の追跡設備が他の国に使われたように、イギリス出身の科学者は他国の宇宙計画に参加しており、特に有名なのは、オーストラリアの打ち上げ場の共同運用など、NASA の初期の宇宙計画への貢献である。 イギリス政府は欧州宇宙機関の必須計画のための基金にイギリス国立宇宙センターを通して17.4%を拠出している。しかしながらこれは国際宇宙ステーションへの基金ではない。イギリスは有人宇宙飛行計画の開発に至ったことがなく欧州宇宙機関の有人宇宙飛行計画に資金を拠出したこともないため独自資金で有人飛行を行っていない。 このため、イギリス国籍保有者は、多くが、ロシアやアメリカのロケットによる宇宙飛行であり、資産家の宇宙旅行2例と、イギリス市民の基金で宇宙へ行ったヘレンシャーマン以外は、アメリカの宇宙飛行士として、宇宙飛行している。にもかかわらず、2008年10月9日、イギリス科学技術革新大臣、ポール・ドレイソンは、イギリスの宇宙飛行士との見解に好意を述べている。 現在までに6人のイギリス生まれの宇宙飛行士と、イギリス生まれではないが、国籍を保有する市民が宇宙へ行っている。リチャード・ギャリオットは、自己資金で ISS に旅行しているアンソニー・リューエリンは1967年8月に、科学宇宙飛行士として NASA に選ばれたが、1968年7月に、宇宙飛行を行わないままに辞職した。アンソニー・ボイル中佐、リチャード・ファリモンド中佐、 クリストファー・ホームズ、ピーター・ロングハースト司令官、ナイジェル・ウッド飛行中隊長らが1984年2月にスカイネット4計画の乗組員として選ばれた。計画ではスペースシャトルで打ち上げられる予定であった。しかし、ボイルはこの計画を軍の約束のため1984年7月にやめた。計画の中止の前にチャレンジャー事故が起こり、 グッドとそのバックアップのファリモンドは1986年に予定された STS-61H の中止でロングハーストとそのバックアップのホームズは1987年に予定された STS-71D の中止で飛行が行われなかった。このため全員が1986年に辞職し宇宙飛行は行われなかった。 ティモシー・マースは1991年の受納計画でヘレン・シャーマンのバックアップを務めた。彼は1991年に辞職している。2009年5月20日、欧州宇宙機関はウェストサセックス、チチスターから呼ばれた陸軍航空部隊テストパイロットのティモシー・ピークが欧州宇宙飛行士団に入ることに同意したと発表した。ありがとうございます。